おはようございます。今日は2020年7月10日晴れでございます。ギターのチューニングから始めたいと思います。このさ、D が怖いんだよね。なんかパキって聞きそうで怖い怖い。キャー、この D がね、レレレが。では指の練習で、1番目の指の練習でございます。いつもどっか違ってる。ではでは2つ目の指の練習でございます。趣里さんの曲で、笑顔のままでという曲のコード弾きをしたいと思います。
でございます。ではではでは、次はね独り言っていうね曲をね作ってみたんですけど、ほんと独り言でございますよ。これをねちょっと少しずつね、今日は少しずつ練習したいと思います。目が覚めて何をするのか、もう忘れてる私なの。昨日まで考えてたことでも思い出すのに時間がかかるの。この頃そうあれをやるんだとしたら思い出したい。なぜか向かってゆく忘れてたことにまた悲しく思い出せるの。犬の呼ばれでも忘れることはあるのよ。それが生きてる私練習が足りません。はい、分かってます。ではでは、今日のフラメンコの衣装でございます。これワンピースです。ノースリーブでね、フリルが入ってるんですけど、今日はウエストまでしか着てません。というかこれもね、生徒さん用のね、貸し出し用のワンピースでございます。これはね、何回か着てくれた方がいたんですけどね、私は今日初めて着用してみました。とても素敵なワンピースでございます。ではでは、雑談はこの辺で失礼いたします。ではでは、今日も最後まで聞いてくだされ、見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは。